中国国鉄 HX33 型電気機関車とは、中華人民共和国鉄道部が2006年から製作した交流電気機関車である。先行試作型である SSJ3 型についても、本校で述べる。近年、大陸中国の経済の継続的な発展に伴い、鉄道貨物の需要も伸び続けたことから、鉄道部はこの状況を鑑み短期で5000トンの 貨物を牽引できる大出力機を導入することで需要に応えようとした。大連汽車車両は2001年より大出力の交流型貨物用電気開発を開始したものの、当時の中国ではイグテイブフインバータの製造技術を持っていなかったことから東芝からインバータ技術導入のために2002年9月に合弁会社を設立した。この機関車は 全同軸の三軸台車二台にそれぞれ出力1 2 0 0ットの交流モーターを増加し合計7 2 0 0ットの出力とされた。先行試作車の形式は SSJ3 から001し、2003年末に完成2004年4月26日に大連の工場から出場した。 北京鉄道科学研究院環状線にて試験が行われ試験は7月4日に終了後も車両は環状鉄道に残されていたが2008年に大連機車の工場へ返却された2004年10月27日に鉄道部は大連機車車両に60両を発注量産型は SSJ3 と A500 型を技術的な基本とし最初の4両は完成車の形で 輸入、12両は部品の形で輸入し、大連で組み立て、最後の44両は日本からの技術移転による国産化とされた。量産車は東芝から提供された TT-78 系代車及び 4500V900A、イベットインバータを使用して初号機が2006年に出場。形式は DJ3 から0001とされた。号機より、 国産化が行われ、A 渡る電気の YJ85A 型電動機を使用しており、出場時に新流1型と解消されたが、ほどなくして和解型と解消され、形式も HXD3 型となった。国産化1号機は2006年12月8日に出場、車席編入された。また、角度軸に装備されている。 ホイト車制セットマイナス -553 型駆動装置についても2007年から自動歯車の国産化を開始、手動歯車についても2008年よりライセンス生産を開始している。鉄道部はさらに180両の HXD3 型を追加発注し、計240両となる。追加分の一部を北京27機車掌が製造することとなり、 61号機がその1号機となっている。2007年12月までに大連記者車,車両は200両余りの HXD3 型を生産している。現時点では大多数が上海鉄路局南京都機関区、武漢鉄路局高換機関区に配置され、主に京古線、京高線を走行している。HXD3 型の投入初期には蓄電池の 電圧が低いという問題が発生したが、これは電池の出荷から製品への組み立てまでの時間が長かったことと充電時間の不足によるものであった。また運用された地域の環境と温度によるものだとも言われている。2008年2月18日鉄道部は大連記車車両に再度400両を発注、同年8月より出場を開始している。 また、大連記者の生産能力が逼迫しているため、HXD2 型の量産を終えた、大道電力記者が量産に加わっている。この3次社のうち一部が、北京鉄路局豊か大機関区と鄭州鉄路局、鄭州機関区に配属されている。また、上海鉄道局に所属する者の,の一部が、昇山旧型電気機関車等の、巡航速型旅客用電気機関車が不足している。 ことから、機関車に設置された便乗客車給電装置に改造し旅客運用についている。ありがとうございます。